ちゃっ、こんにちは、豊さん、おたにさん、おたにさん、そういうふうに、聞こえるぐらい大谷さんフィーバーですか、大谷おじさん。いやいや、もうアナウンス聞いてても大谷さんって言うじゃん。そう、大谷さんかショータイムか。ショータイムね。それもうそれで今話題ですもんね、メジャーリーグ。何号だったかな、もう地面すれすれの変化球を140メートルぐらい飛ばしてたからね。地面すれすれですか。だから低めに投げるとかもう論外だよ。どこ投げればって、外下。どこですか。どこもないな。ない。もう例えば、フォークボールがもう決め球だったら全球フォークとかさ、もう全球フォーク、もう他の球投げたら打たれるような感じが、イメージがする。もうそうですよね。プラス、先日、8月13日日本時間なんですけれども、今ホームラン王争いをしているあのブルージェイズ のゲレーロジュニア選手と、3戦戦って、うち2戦はあのそれぞれ、大谷選手も野手として、で3戦目が大谷投手 VS ゲレーロジュニア選手だったんですよ。もうファンタジーでもうぶつけないぶつけなかったんですけど、でそれでもう大谷選手7勝目上げて、さらにその 3の1だったんですよ。もう宇宙人ですよ。さらにスクラッチすごいね。さらにですよ、今驚異の投打チーム14冠なんです、エンゼルスの中で。まあね、まあ、勝利チーム自体が、低迷してるよね、ちょっとね。チームがそうなんですけれども、これ防御率、でもすごいし、防御率、勝利数もそうですし、奪三振もそうですし、あと盗塁もそうなんですけれども、ホームランももちろんそうですし、チームでホームランリーグでトップだから、ね、そうです、チームで14冠。どういう、じゃあちょっと待って、いくら払えばいいと。いや、もうメジャーで多分最高、例えばマー君が、ね、年俸で言えば23から24だったでしょ、年俸1年間でってこと。そうそうそう、今メジャーで最高年俸をもらってる選手って何百何百億とか、トータルで計算するとね、何百億ドルになるんだろうけど、だってこれ投手としてもすごいですし、ホームランがトップいってるってことは野手としてもすごいって考えたら、何百億で効くんですかね、これ。で経済効果とかさ、いろんなことがあったらさ、うん、豊さんだったらどのぐらい払う、オーナーだったら、もしあれば湯水のごとく40億だな。え、年俸、年俸、え、40億、何百億はいかないですか。だってマー君が投手だけで23試もらってたわけでしょ、はい、で大谷はピッチャーもやるし野手もやるじゃない、はい、あ、もっとか、50か、50、倍以上ってこと。倍以上になるよね、両投だから。そうですよね、両投だし、あれだけチームに貢献する選手ってなかなかいないよ。いや、そうですね、なかなかいないって初めてです。初めて、いや、もう100年に1人かぐらいじゃ効かないですよね、もう。いや、それとやっぱ大谷のそのエンジェルスの経済効果、はい、もたらしてる効果っていうのを考えると、それは50億じゃ足りないかもわからないな。そうですよ、チームがね、は今こういう低迷というか、あの位置にいますけど、それ以上のものが入ってきてるわけですもんね、球団には。でも大谷って金でやってるわけじゃないな、なんかな、そんなイメージがあるよな。で、大谷はさ、オールスターでホームラン競争でさ、得たお金を裏方の人に全部こう配ったという、ステージじゃない。はい、あ、お前、付き合ってんのか。え、付き合ってんの。ステージじゃないっていうか、まあそうだよな、だってもう渡すぐらいお金があるし、そういうことじゃないってことですもんね。渡すお金が、あるんだろうけど、それを渡すという発想がさ、なんかこういつも感謝を、気持ちをね、込めて渡してるという、そこの精神が素敵じゃない。そうですよね。付き合ってる。付き合ってる。だってね、だこういうことを言うとすごい批判とかが来るんですよ。いや、誰も信用しないって。お前何、おばさんがお前こんな批判とか。これ今おばさんって言うと引っかかっちゃうんですよ、豊さん。おばあさん。おばあさんじゃない。違う。いや、これだ、これでおばあさんだったらある意味褒められていいですよね。褒められる。そう、おばあさんと最高のおばあさん80ぐらい、これだったら、そうそうそう、
すごい。すごいですよね。いや、やっぱ、いや、本当にすごい選手だし、どうです、豊さん、この大谷選手が、まあ、今年こういう活躍をしました。これをやっぱずっと続けていくだろうなっていうふうに。ただね、うん、やっぱ両方やってると、はい、体っていうのがいつか悲鳴を上げると思うんだよね。うんうん、で短命に終わってもいいと思うんだったら、うん、それだけの期間の中でやればいいと思うけど、うん、どうなんだろうね、大谷の考えって、うん、でも、まあ、一つ取り上げて、うん、まあ、例えば肩がもう故障したから野手になるって言っても、うん、それは大谷の力だったらできると思うけど、うん、だけどなんか大切なおもちゃが2個あって、うん、1個取られたらなんかこの1個じゃ遊べないよっていうような、うん、なんかそんな感じがするんだよね。ですよね、だから両方やらせてて大谷は精神的にも成立してるのかなっていうのは感じるけどね。そうですよね、だって今シーズン、うん、まあ、昨シーズンまでは投手で投げたらちょっと間隔を空けて野手にとかしてたのは。でも昔議論あったな、大谷はピッチャーに専念した方がいいとかさ、俺は野手だとかさ、いろんな好き勝手なこと言ってたけど、はい、メジャーで堂々とホームランを争うよし、はい、7勝してんだよ。だからその時に、ま、ある意味いや両方無理だって言ってた方たちが今大谷選手を応援しているコメントを解説されてて、ああやっぱそれを覆すぐらいのね、いやもう本当にね、漫画から飛び出してきたよな、うん、でこんなちっちゃな子供から、ね、ついついたおばあちゃんまで大谷知ってるからね。もうそうですよね。いや大谷ファンは多いよ、幅広く。プラスその今まで日本の中でその、まあ、あんまり野球を見ないとか持って、あのましてはメジャーリーグあんま分からないって方が大谷選手すごいっていうのを認知してメジャーを見るようになったりとか、幅広く野球を伝えるというか、うん、なんか大谷を見てると野球ってこんなに楽しいんだよって、こんなに素晴らしいもんだよっていうのを、うん、なんか表現をしてくれてるというか、はい、まあ、そんな感じがするんだよね、俺の中でもね、うん、だからすごく大谷を見て憧れて野球を始める子っていうのはいるだろうし、うん、まあ、昨今金メダルを取ってね、うん、ああいう姿を見て子供たちが夢を持ってまた野球に打ち込むとか、うん、まあ、そういうことがあるけど、大谷っていうのはなんか一人で野球って素晴らしいものを勝ち負けを超えた、はい、打つ打たないを超えた、うん、なんかこうそういうメッセージ性が大谷の中にはあるような気がする、うん、いや爽やかだしさ、はい、ね、何飲んでも美味しそうだしさ関係ないかそれはね、それは混ぜたもんだろうべってなる。でも結局その野球の中のトップに行って世界に出たわけじゃない、はい、行ってもなんか自分の居場所を自分で作るというか、うん、なんかこう責任を持ってこのチームを強くするんだっていうことも見えるし、はい、うん、で負けず嫌いなんだけどなんとなく笑顔が優しいし、そうなんですよね、好感が持てるというか幅広い年齢層に最高だね、全部持ってますね。もうね、次生まれ変わりたいって何になりたいかって言ったら、うん、もう大谷翔平だよ、ね、それでもみんな思ってますよね、みんな思ってるからね。でも大変だぞ、私生活は。まあそうですよ、もうないと思いますよ、だって働られてるんですもん、海外でも付き合ってないのに付き合ってるとか言われるしな。そうだ、それ女性がかわいそうですよね、今ね、その対象となってる女性の方、まあやっぱこうね、付き合ってないのにもう勝手に噂されてね、だからいいし、一回食事しただけでも付き合ってる。プラス一回例えば食事したことなくて面識なくてもネットに誰かが噂で書いただけで、あ、でも事務所に誹謗中傷が行ったりとか。ああ、よかったな、年齢が離れて。なんで？いやいや、おばさんでよかったじゃん。また言う。今これ見てる人どうします？ゆうたくさんのとこに。誰が？ひどいって電話が来たら。いや。全国のおばさんが今怒ってますよ。40超えたらおばさんだよな。あ、今40代の人たちが。お姉さんか。まあ、40代も50代も60代も。じゃあ俺は何だ、60代で。60代お兄さんか。お兄さんです、お兄さんでいいですよ。いや俺はおじいさんでいい。今なんかね、一言やっぱりそう言ってしまうと、うん、結構ね、結構なんか
あるみたい、あるんですよ。違う、おばさんっていうのは落ち着いてていいじゃない、うん、まあ、そう、安定感があるよりは。よりはね。いや、落ち着いてていいじゃない。あ、そうです、そうです。なんかこう、世の中もちゃんと分かっていて、そうですね、奥ゆかしくて、うん、常識はあって、うん、だから、それをひっくるめたおばさん。ひっくるめたね、いい意味でのってことですもんね。かディスってい悪い意味でおばさんなんか言わないですよ。そうですよね、ディスってたら言えないですもんね、おばさん。なんでバレるの。まあまあ、でも、まあ、はいはいはい、うん、大谷はね、うん、なんか夢は、まあ、何回も言ってるけど、サイ・ヤング賞、ホームラン王、はい、盗塁王、うん、セーブ王、セーブ王、まあ、自分が投げた試合を抑えるという、ああ、そっか、まあでも自分が40勝もできないからな、セーブ王を取るんだったら40以上取らないとね、そうですね、だから無理かも分かんないけど、うん、素敵だな、そうですよね、さあ、ゆうたかさん、まあ、後半、大谷選手、どのぐらいの成績までいけると思う、投手として。ホームラン王は取る。取る、何本ぐらいで取りそうですか、今38現時点で、60本近くで取ると、すごい、60本近くいく、で、と思う、あと、投手としては今、現時点で7勝、自己最多に並んだのかな、これで、これはね、15いかないんじゃないかなって、それはちょっとそうですよね、もしかすると、15はいかない、まあ、10はいくと思う、10はいく、10は確実にいくと、で、盗塁はどうですか。まあ、でも大谷は安全っていうことは嫌いだろうね、うん、やっぱこうできる ところ時は全てやるっていう男だから、はい、30、おお、あいつ足が重いからインチキだよね、うん、俺なんかテケ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 って言ってるのに、はい、あいつはポンポンポンってついちゃう、豊かさんと大谷選手の一塁から二塁へのちょっと見てみたいですね、スロー動画、多分ね、大谷は7歩ぐらいでいくんだよ、7歩ゆたかさんは、いやいや俺14本ぐらい、倍かかるんですけど、倍かかるんだ、だからそのぐらいやっぱ違うって、でもセーフになればいいんですもんね、どっちにしたって、でもね、大谷が193あるでしょ、はい、身長が、うん、あれだけの大きな体を動かすっていうのは大変な筋肉を持ってなきゃいけないんだって、まあ、これはあの NHK でやってたんだけど、はい、でもね、だから小さい体の人の方が早く俊敏に動けるっていうのはこれはもう当然のことなんだって、はい、だけど例えばあの向こうのバスケットも俊敏に動くじゃない、うん、2メートル近い男、2メートルの男が、はい、でもそれに匹敵するのが大谷だって言ってた、だから素晴らしい筋肉を持ってるということなんですね、うん、でもさ、俺思うんだ、最近思うんだけどさ、はい、東北の方、うん、北の方はすごく大きくて速いボールを投げるピッチャー多いよね、明桜の風間っていう投手も、はい、150キロビンビン超えてくるんだよ、で菊池雄星でしょ、はい、であの大谷でしょ、はい、なんかね、いいピッチャーが北に集まってるみたいな、何かあるんですかね、その北に集まる気候、でもほら昔はその北海道もそうですけど、冬になると、いや西日本は暑いぞ、溶ける西日本はね、もう溶ける、でも投げれない、北は冬は、まあ暑いけど、はい、まだなんかこう涼しい期間が多い、冬は雪でも練習できない、だから知ってるか、お米でも、はい、北海道が今一番うまいって言われてる、あ、気候的に、あ、そうなんですね、でも気候的に育つのかなと思って、北日本の方がそういうピッチャーもいい空気吸って投げやすい環境なんですかね、早い可能性はある、あ、なんかすごいな、すくすく育ってでかいし体、そうですね、確かに、さあ豊さん、はい、最後あの、まあ、大谷、はい、おじさんとして、はい、今38号はい、ですけれども、現時点でね、現時点で、さあ、39号はどこに打つか、最後にお願いします、それは、うん、宇宙間に打つ、宇宙間に、またこれいい、宇宙間に、でかいよ、大きい、でかいよ、でかいよ、でかい、どんな球を、ああ、まあ変化球だな、あれは変化球、もうまっすぐでは勝負できない。もうタイミングを崩そうと思うのがタイミングが崩れなくてガーバーン行かれるから見といてみ、わかりました、はい、はい。